はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日もですね、ファスティングについてお話しさせていただきます。前回はファスティング専用ドリンクが必要なのかどうかっていうところをお話しさせていただきました。で、本日はですね、ファスティング用の酵素ドリンクはこう選べというお話です。はい、ファスティング用にはですね、まあ、酵素ドリンクっていったものを使います。はい、使わないとダメっていうことを前回お話しさせていただいたので、その理由がわからない方は前回の動画まず見てくださいね。はい、でファスティング専用のドリンクっていうところで酵素ドリンクってあるんですけども、まあ、私がサポートさせていただく場合は、まあ、マナっていうものとカラっていうものを使うんですけども、それ以外に結構酵素ドリンクってあるじゃないですか。はい、なんとかかんちゃら酵素とかですね、なんちゃらなんちゃら酵素とかありますよね。はい、そういう酵素ドリンクって本当にいろいろあります。はい、ピンキリ千差万別というかですね、あるんですけども、先生これはどうですか、これはどうですかっていうふうによく聞かれるんですね。なので酵素ドリンクを選ぶ時のこう基準というかコツっていうのをですね、今日は皆様にシェアできればなというふうに考えています。でまずですね、ポイントとしてはですね、原液 100% かどうか、原液 100% かどうかですね、これがまず一番大事です。原液 100% かどうかっていうところなんですけども、これが原液 100% じゃなければ何かっていうとですね、はい、原液 100% じゃないということは、要は薄めてるんですね。薄めてるんですよ。発酵させた野菜とか果物とか野草とかを発酵させてドロドロにしたものをですね、それが原液 100% の状態なので、すっごく濃いんですね。なので薄めて飲むんですけども、原液 100% じゃないドリンクっていうのは水で薄めて、そこでですね、何をするかというと味が薄くなるじゃないですか。そこにブドウ糖、果糖、液糖とかですね、要はですね、まあ砂糖水です。簡単に言うと砂糖水。ちょっと難しく言うと、遺伝子組み換えの GMO のコーンシロップを使った甘いシロップです。はい、最悪ですよね。はい、かつですね、そういったものを入れることによって添加物を入れることになります。保存料を入れることになるんですね。はい、そんなものをですね、ファスティング用に使っていいんですかってことです。そういったものを出すためにファスティングするのに、原液 100% じゃないドリンクを使っても意味がないですよね。意味がないです。はい、っていったところ、まず原液 100% かどうかっていうのが1番。で、2番はですね、2番は発酵期間です。発酵期間。危ない、忘れるところでした。発酵する期間。期間はどのくらいしているかどうかっていうのを調べてください。発酵期間が最低半年です。ミニマム半年。半年間なきゃダメです。半年間なければですね、前回の動画でもお話しさせていただいたように低分子化といって、発酵することによって細かくなるんですね。そうなることによって消化に負担をかけない、消化に負担をかけないので代謝ですね、デトックスにエネルギーが回せるわけです。酵素のエネルギーが回せるわけですね。なので半年間より短い場合っていうのは、要は手間暇かけてないわけじゃないですか。それっていうのは前回お話した野菜ジュースと一緒なんですね。消化に負担かけちゃうんですよ。そしたら代謝にエネルギー使えないのでデトックスできないですよね。はい、なのでそういったものが、発酵期間が半年より短いものは NG です。はい、ちなみにマナ酵素からは、まあ、1年かけてやっています。で、3個目はですね、もう分かりやすく値段ですね。もう値段です。もうはっきり言ってこれです。これで分かります。大体これで分かります。安いものには訳があります。安いものには訳がある。はい、例えば薄めているとか、薄めたら安く済むじゃないですか。手間をかけない、手間をかけなければコストかからないですよね。値段です。マナはですね、まあ、3日間のファスティングでは、マナを2本使います。マナを2本使いますから約2万円、1万8000いくらですかね。はい、かかります。で、カラはですね、
これは700何十リットルですかね、これを3日間で、まあ、からの場合は3日間で1本使うんですけど、これが2万円しないくらいですかね、はい、なので値段的には3日間の値段で一緒なんですけども、そこでやはり 高いと感じるのか安いと感じるのかははっきり言って人それぞれだと思います、はい。まあ、3日間で体をですねデトックスしてリセットするっていうのはファスティングでしかできないことです。でしかできないことなんですね、はい。それをまあ高いのか安いと感じるのか、安く済ませたい人はですねせっかくやってもその3日間はまあ効果なく意味もなくですね、逆に健康を害してしまう、きつい思いをしてしまうということにつながるので、しっかりやるんでしたらちゃんとしたものを使った方がいいんじゃないですかっていうところです。ちなみに私がファスティングのサポートをさせていただく場合は他のドリンクはですね受け付けません、はい、はっきり言って受け付けません。なぜかというとですね、わからないからです。責任を持てないんですね。他のドリンクで私サポートさせていただいたことがないので、その方が体調を崩してしまったら私も責任を持てないんですよ。でもマナとかカラでしたら責任を持ってサポートさせていただくことができます。なぜかというとそれには実績がありますので、自信を持ってお勧めできるんですね。なので他の酵素ドリンクでファスティングをしたいっていう方はもう自己責任でやってみてください、はい。それがいいのか悪いのかっていうところの基準は原因 100% なのか、発酵期間が半年以上なのか、値段がある程度高いのかっていうところをですね判断基準にしていただいてやっていただくといいと思います。ただ私がサポートさせていただくときはマナカからしか使わせませんっていうようなお話をさせていただきました。もしですねご質問だったりファスティングにご興味ある方は下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひお問い合わせください。また次回以降もですね健康に対する健康のためのヒントだったりアイデアお伝えさせていただきますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧